おしゃまんべ川から見た、霊文化レブンゲ峠は、北海道山越郡おしゃまんべ町と阿ブタ郡、豊浦町の境にある峠。都東総合振興局とイブリ総合振興局の境界にもなっている。道南と道を結ぶ幹線であり、おしゃまんべ川には静かり峠がある。霊文化とは、豊浦側の地名であり、アイヌ語で、レブンケップの意味である。 霊文化トンネルで通過するため峠らしさはないが、かつてはサルドメ山道、ライデン山道と共に旧道が、江戸地の三大難所の一つとされていた。なお、おしゃまんべ町西仮東八湖町清水間で、特殊車両の通行制限を行っており、区間内には、高さ制限門型柱を設置しているトンネルもある。1799年1800年に函館と道東を結ぶ。 連絡路として、改作工事が行われたが、いずれも、難工事で未完成に終わっていた。1807年にやっと人や馬が通れる程度の、道が完成した。1894年に改修工事が完了。準地方非道をしゃま停車場室蘭線として、改作され、1932年に地方非道函館室蘭線となり、1952年の道路方向府によって、 一般国道37号となった。昭和30年代に峠付近の全面的なルート切り替えとなる改良工事が行われ、1966年の新ルート開通でトンネル通過できるようになり、通行が大幅に改善された。その後、トンネルの老朽化、境愛化に伴い新しい例文化トンネルを建設して1998年に供用開始された。 鉄道路線としては、峠越えのトンネル掘削の難工事と、社会情勢もあり幾度も遅延したが、1928年に聖火里伊達門別館が開通し長林線となった。峠部は、霊文火山トンネルが貫通している。1967年会側に、新霊文火山トンネルが開通し複線化した。ありがとうございます。